ハッソエッカート・フォンマントイフェルは、ドイツの軍人、政治家、第二次世界大戦では、総甲部隊を率い、1944年9月1日に47歳に、して、総甲兵大将に昇進、アルデンヌ構成において7個師団を要する第五、総甲軍を指揮した、ポツダムに生まれる、1908年、陸軍士官学校に入学、士官候補生となり、 第一次世界大戦にユサールとして参加、第三ユサール連隊に配属される、1916年に少尉に任官、鉄十字章を受賞。終戦後の1919 19年に義勇軍、フォンオーフェンで副官を務めるが、その年5月に新設の国防軍に採用され、ラーテナウの第25ユサール連隊に配属される、1921年、エバルトフォン、 クライスのメイトのイと結婚し、二次を設ける。1920年代前半には、マントイフェルは、第3プロイセン山岳連隊に移動、後に副隊長になり、1930年代は、馬術競技者として知られていた。1932年10月1日に、フォン・マントイフェルは、バンベルクの第17バイエルン山岳連隊に転勤し、騎兵大隊長に任命された。 二年後の1934年10月1日に彼は山岳連隊エルフルットに転勤になった。1935年10月15日には第二装甲師団所属第二オートバイ狙撃兵隊隊長に任命された。1936年から1937年まで彼は第二装甲師団で少佐に昇進し陸軍主官学校生担当となり訓練を担当した。 1937年2月25日、陸軍総司令部の戦車担当部門に所属し、1939年2月1日には、ベルリンのクランプニッツ総甲兵学校の教官になった。彼は、1941年まで教官をしていたので、ポーランド戦、フランス戦には参加していない、第二次世界大戦の勃発と共に中佐に昇進。 1941年に始まった独組戦では第七装甲士団第七狙撃兵連隊第一大隊長を務める。10月には大佐に昇進し、マントイフェルの部隊はモスクワに迫った。マントイフェル兵団はモスクワから 50km の位置にまで進出したが攻略はならなかった。戦略的に重要な橋を奪った行により、12月31日に、 岸鉄十字章を受章。1942年5月、舞台は再編成のためにフランスへ送られたが、その再編成の最中の7月、第7装甲士団第7狙撃兵旅団長と昇進するグロースドイチュラント士団の少佐から戦況を聞く、マントイフェル同年冬、急遽士団長として、ドイツアフリカ軍団に転属となり、チュニジアに赴き2月5日、 ロンメル元帥率いるドイツアフリカ軍団所属第五、総工軍媒家のフォンマントイフェル師団の司令官に任命された。1943年5月、少々に昇進するが、連合軍が統治作戦を発動させた後のチュニジア攻防戦に師団は参加した。激しい戦いの真中の3月31日、彼は極度の疲労から倒れ、療養のためにドイツへ戻った。 回復後の1943年8月22日、東部戦線にある第7装甲師団に師団長として復帰する。8月26日にソ連の空襲で背中を負傷するにもかかわらず、彼はウクライナで戦うために残った。ハリコフのドニエプル川沿いでの激しい戦いの後、彼は赤軍の攻撃を停止させることに成功した。11月後半にジトミル北部で、 包囲されている第8装甲師団を救出する、作戦を行い、ジトミルを占領することに成功した。その選考から1944年2月1日に、中将に昇進し、装甲的団兵士団、グロースドイチュラントの師団長となる。1944年9月1日、装甲兵大将に昇進し、同月西部戦線の第5装甲軍司令官に任命される。 1944年12月16日に始まるアルデンヌ構成に参加。作戦は失敗に終わったが、ジョージ・パットン率いるアメリカ軍の反撃をかわし、殲滅を免れた。1945年3月に東部戦線で第三総甲軍司令官に任命され、再び赤軍との戦いに従軍するが、その圧倒的な物量の前にエルベ川まで交代を余儀なくされた。 この際に、直属の上司であるバイクセル軍、集団司令官ゴッドハルトハインリッチ上級大将が、解任され、公認に指名されるが、もはや抵抗は、将兵の命を無駄にするだけと悟ったマントイフェルは、就任を拒絶。今後、第三総攻軍戦区の一切の命令は、マントイフェルからのみ出されると宣言し、事実上、最高司令部に反旗を翻す。そして、 イギリス軍の将軍との交渉の後、1945年5月に30万の将兵と共に、ソ連軍ではなく、イギリス軍に降伏して、捕虜となった。様々な捕虜収容所を転々とした後、アメリカ軍に引き渡された。1947年に釈放される。戦後は、西ドイツのノイズに住み、政治の世界に身を投じる。1949年に自由民主党に入党し、 1953年から1957年までドイツ連邦議会議員を務めた。同党では防衛政策のスポークスマンとして活躍。1956年、ノルトベストファーレン州で FDP が連立相手をドイツキリスト教民主同盟からドイツ社会民主党に変えて政権交代が起こった際、マントイフェルはこの連立組み替えに反対する同士と共に離党し、 新たに自由国民党を決闘して、その議員団副団長に就任した。翌年この党はドイツ党に合流した。ここでも彼は防衛政策のエキスパートとして活躍し、西ドイツが再軍備した際にその名称をドイツ連邦軍とするアイデアは彼によるものであった。一方1957年には他の議員と共に防衛装備に関する疑告にも巻き込まれている。連邦議会は 調査特別委員会を設置したが、証拠は得られなかった。1959年には、戦時中の出来事により、殺人罪で訴えられた。1944年、彼の指揮下の一兵士が、保証に立っていた際、友軍の兵士が敵軍に拉致されたにもかかわらず、それを救うことも報告することもしなかったため、マントイフェルはこの兵士を軍法会議に送り、結果的に兵士は、 銃殺刑となった。この件で責任を問われたマントイフェルは、懲役2年の判決を受けたが、当時の連邦大統領、テオドール・ホイスにより特赦されている。1968年、招待を受けアメリカが衆国の、ウェストポイント陸軍士官学校を訪問。同時に、当時のアメリカ陸軍参謀総長、ウィリアム・ウェスト・モーランドの招待でペンタゴンを、またかつての連合軍司令官、 ドワイト・アイゼンハワー元大統領の招きでホワイトハウスを訪問した。1960年代、マントイフェルはアメリカの戦争映画制作で監修も務めている。1978年に保養先のオーストリアで死去した。ありがとうございます。